私が父親のことを父親と認識したのは3歳くらいだったと思います。私は父がいつも遊び回って家にいないので、てっきりうちに父親という存在はいないと思っていました。ある日、家に知らないおじさんがいて、お姉ちゃんとじゃれ合って遊んでいたんですが、私にはお姉ちゃんを知らないおじさんがいじめているとしか思えずに、正義感を持って父親に、おじさん、お姉ちゃんをいじめないで、と注意したら、おじさんが激怒して、父親におじさんとは何事だ、と鬼のような顔で怒りました。まさか父親だとは知らなかった私は、固まって、怖くて泣き出しました。目の前のおじさん、もとい、お父さんは、とにかく、謝れとブチギレです。私が泣いて、だって知らなかったから、と訴えましたが、全然聞いてくれません。そこへ、私の泣き声を聞きつけた母が、やってきました。状況を見た母は、私に言いました。お父さんに、謝りなさい。私は、びっくりしました。母は、子供をかばうのではなくて、遊び回って子供に父親だと認識もされない人をかばったのです。私は、母に何度も、早く謝りなさいと言われて、泣きながら、悪くもないのに謝りました。母はいつもかばってくれません。子供が窮地にいても我慢しろと言いました。いつもそれはわがままな父親のための我慢でした。母はそれをかばい続けて子供に無理を強いた挙句、子供たちが片親になったらかわいそうだから別れないんだよと言いましたが、私たちが大人になった今現在の離婚しない理由は、おばあちゃんとお墓を守ると約束したからということに変更されています。結局、離婚したくない自分がいるだけなのに、いつも他人のせいにする母。でも悲しそうにしているために、近所の人からは気の毒がられて同情されていました。自分は不幸だという顔をしていましたが、要するに離婚したら、その苦しみから逃れられるのに、わざわざそこに身を置いていたということは、自分が望んだから離婚しないだけなんですけどね。私は、両親の共依存のために、使われる道具でしかなかった。愛がありそうな発言は、すべて自分のエゴのためだったのです。共依存関係をやり続ける人に幸せな未来は来ません。幸せが来ても、幸せを受け取らないからです。不幸な方が愛されると思っているからです。あなたは本当に子供を愛せていますか？よく考えてみてください。チャンネルリボン。